じゃんけんを両手でやるんですけど、はい、意識がちょっとでも残ってるとやっぱり反則負けさせてあげた方がいいんですね。あ、今入りましたね。ちょっと待って、三刀流になって、三刀流になってる。スタンミさんです。ゆうやはそうなんどうなんですか。おい、出てもうてっつって。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ありがとう。はーい。ゆこさんも突然誘ったのに来てくれてありがとうございます。あー、嬉しい。結構ゲームしたことあるんですか、お二人は。初めてですよ。初めてなんだ。みやこさん、みやこさん。みやこさん、一応、ゲーム始まったらその画面比っていうのは変わるんですか？変わらないです。変わんないよね。そうだよね。見に行こう。変わんないか、やっぱり。オッケーオッケー、行きましょうか。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、みやこさん。スタンニさん、私の作品を見ていただいてありがとうございます。もう作品って呼んじゃってんすね。まあ、俺もね、はい、見たときそう思いましたよ。これはなんか YouTube の動画とか、なんかそういうもんじゃないなって、作品だって思いました。じゃんけんについてすごくなんというか、疑問にも思ってらっしゃったと思うんですが、うん、あれは、間違えたのは少し時間が残っていたので、ペナルティーとして反対側を勝たせただけなんです。なので、私の意思には、ちょっと待って、はい、ちょっと待ってください。もう一回説明してもらっていいですか？じゃんけんを両手でやるんですけど、はい、意識がちょっとでも残ってるとやっぱり反則負けさせてあげた方がいいんですね。そうなると私の意思が関係ないところで働いてくるっていうことです。終わった、一人じゃんけん。もう一段、一人じゃんけん出てきた。意識が手に残ってしまっていると、うん、反則負けとかをさせちゃう可能性があるから、はい、本当にその脳みそと腕を遮断してるっていう話ですよね。そうです。俺もそうかなと思って見てました。あ、やっぱり違いますね。はい、今日は楽しめそうだ。やっぱり違います。あれ、理解できる人なかなかいないですか、見た時に。賢いですね、やっぱり。やっぱ賢いよね。よし、できた。よし、これで一回練習場みたいな、あります、あります。一回それ言って、みやこさんの耐久テストしよう。うん、耐久テスト、確かに。うんうん、どんなに弱くてもね、そう、結局当日やんないといけないから、うん、一回ちょっとね、その対策というか。一回じゃ射撃訓練場行きましょう。射撃訓練場行こう。うん。いってらっしゃい。いってらっしゃいじゃない、あなたも行くの。あなたも行くの、みやこさんが。私の耐久の話ですか？そうそうそう、あなたの、みやこさんの耐久テスト、これは。それであれば全然問題ないですよ。本当に？はい。違う、いや、いい、俺前なんか見たクリップだともう吐きそうになってましたよ。一番強い薬やっちゃってるんで大丈夫です。あかんな、ワードのチョイスが。うん、あ、萌ちゃんもおすすめの薬あるんで、ぜひ。あ、激強の決まっちゃうやつ、いつでも聞いてください。あんま萌ちゃん、バチバチ、配信外でバチバチ決まっちゃう薬、萌ちゃんあんま良くないかもしれない。みやこさん、すいません。あんま良くないかも。あのさ、設定とかどうなってるかな、視野角とかさ、あんまりよくわかんないんですけど。バチ持ってくれた。私、リモコンとマウス両方使います。コントローラーもマウスもどっちもいけるんだったら、どっちの方がやりやすいですか？違うんです、両方です。両方。これはどうやって、みやこさんの配信見に行けばいいんだ今。みやこさん、ちょっと配信見せてもらっていいですか？どうやってやってるか俺たちに説明してもらっていいですか？最近二刀流流行りなんで、やっぱり日本って。やっぱりそうなんですね。うん、二刀流って強いんで、基本的には。見に行こう、見に行こう。うっそー、マジかよ。待って、みやこさん、みやこさん、それ弾全部打ち切ってからリロードしてもらっていいですか？弾を込める、銃の中に弾を込めてもらっていいですか？今入りましたね。ちょっと待って、三刀流になってる、三刀流になってる。待って、三刀流になってる。忙しい。これはすごいことになった。これ戻り方一個の方がね、楽だと思うんだ、多分。そうそう、多分だけど、みんなね、一個でやってるから、うん、なんか。でも、萌ちゃんの言うことは全て正しいと思う。今日はリモコンだけにします。うん、お、じゃあ、それでやってみよう。リモコンっていうのは、コントローラーのことだよね。うん、コントローラーですよ。コントローラーですよね。そっちの方が簡単かなってのがある、はい、単純に。
エペックスも企業努力してるからなのでやりやすいんだと思う。ありがとういい意味で裏切ってしまってるから今、うんうんうん、ありがとうございます。その同じチームの人も一緒にエペックスなんか戦うじゃないですか、うん、どういうルールになるんだろう。確かに、あ、長縄跳びとかあればいいなと思うんですけど、どうですか。長、そうだよね。俺もさ、俺たちのチームが勝てるとしたらさ、なんか運動系あったらいいなって思うよね。みやこさんなんかドッジボール強そうだもん。いやー、砲丸投げとかの方がいいですね。そっちの方がいいよね、やっぱりね。ドッジボールやっぱそうですね、うん、習ってたんですもん。習ってたの？あの、陸上部で、はい、陸上部で？マジマジ、うん、そうなんですよ。だから砲丸投げになった場合は私にちょっと手を挙げさせてもらおうかなと思ってるんですが。ガチやん、ガチやん。あと幅跳びもいけます。はい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 。スタミさん何がいけますか。もしだ、俺はもう徒競走になったら出ますよ。徒競走、徒競走になったら出ますよ。私は徒競走って何ですか。徒競走、え、どういうこと。え、東京都じゃないですよ。徒競走、千葉です。歩く競走、やばい。徒競走ってなんだ。徒競走行きましょう。調べよう。徒競走、ちょっと私二人にさせていいですか。二人にさせてもいいですか。いった。いや、それなに、それは、みやこさん、みやこさんこれもういない。でも本当に三半規管が弱めなんだね。弱めなんだ。弱めなんだね。あ、お待たせしました。え、嘘。え、一発入ってきました。子供が起きてきたので。あ、なるほど。対処してました。はい。びっくりしたよ。はい。みこさん、子供いるんですか。いますね。ええ。ちょっと待って、ちょっと待って。待って、萌えさん、待って。騙されない。5歳。いや、みやこさんに息子はいないよ。いますよ。いるけどいないよね。いや、全然います。スタムさんも見てたじゃないですか。スタムさんじゃないよ。スタンミだよ。もう。すいません。いいな子供。あ、萌えちゃん。ってことは、え、子育てしながら活動してたんですか。ね、そうですよ。とね、そうですよじゃないよね。みやこさんもやめて。みやこさん。どうしたんですか。みやこさん人をおかしくしないで。みやこさんが悪い。それはみやこさんが悪いよ。いや、やめてやめて。何つった、今俺の、ちょっと待って、俺の名前呼んで。待って、俺の名前呼んでみて。俺の名前何。スタンミさんです。スタンミさんだよね。スタンミ、スタンミ言ってんの、さっきから。何スタンミ、スタンミ言ってんだよ。スタンミですからね、みやこさん。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、楽しくやろう。よかった、もう間違いないな、これで。私も伊藤って間違われるから大丈夫。あー、よかった。伊藤ってよく言われるから大丈夫。私がジャンプマスターね。サナさんのなんかあだ名みたいなのってあるんですか。今なんて言いました。スタンヌさん、スタンミさんです。そうだよね、びっくりした。はい、あ、びっくりした、びっくりした。俺のなんだっけ、なんだっけ、今何を聞かれたのかぶっ飛んじゃった。あだ名です、あだ名。あだ名ね。俺ユウヤって言われてたりするんですよ。もうマジですか。もうミヤコさんはスタって言うとよぎっちゃうから、スタヌが、はい、ユウヤって呼んでもらうこと。ユウヤ、わかりました。ユウヤよろしくお願いします。お願いします。改めまして、でもユウだとユウタもよぎるか、これ積んでんな。そうですね。まあ、でもユウヤで行こう。ユウヤで行こう。任せてください。萌ちゃんも私のことをみやびって呼んでもいいんですよ。ありがとうございます。みやびさんって言うんだ。立石でも。立石みやびさんって言うんですか。はい。へえ、そうなんだ。名前かっこよ。でしょう。立石みやび。なんか京都にいそう。ね。ゆうやはそうなんどうなんですか。おい出てもうてっつって、ゆうやだって。でもわざとじゃない。わざとじゃない。いや、あの右左もそうなんですけど、出発力でどっちか先打っちゃった方が、あの正解引いた時に賢いと思われるんですよ。もう一回お願いします。右と左とかもそうなんですけど、うん、あの瞬発力で出しちゃった方が右と左の分かり手だと、あのちゃんと分かるんですよ、あの当たった場合です。
できる。なので、できる。うん、できる。できるよ。できるよ。できます。うん、はい。こっちね。あそこに、あそこにね、歩いてます。あっちでもいる。敵がいる。あー、集まってきた。これなんかあれされてる。え、そこ開いてんの？開いてますね。そこ開いてんの無理すぎだろ。いやー、やられちゃう、これは。いや、開いてんの無理すぎだろ。いや、これ、開いてんの無理すぎる。まあ、でも移動をもうちょっと早くしないといけないね、これは。今日お疲れ様でした、めこさん。ありがとう。お疲れ様でした。一緒にできて楽しかったです。ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。はい、もう、楽しみましょう。統一、統一で楽しみましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でーす。わあ、楽しかったね。めこさんもう配信終わっちゃった？あ、めこさんもう配信終わってる。限界だったのか。お前ふざけ、もうこの人はガチでやばいねえ、やばすぎるだろう。萌ちゃん、ゆうた、ありがとうございました。あさってはどうぞよろしくお願いします。ねえ、ぐいわー、みやこさん二択なんで全部間違っちゃうんだろうな。スタヌとスタンビも間違えるし、ユウヤとユウヤも間違えるし。